よちともさん顔、あ、よしともさんになってる。よちともさんじゃなくなってる。こんばんは。ちょっとこんにちは。こんにちはです。いらっしゃい、いらっしゃい。しんじさんもおはようございます。ともさんもおはようございます。たくやさんもおはようございます。買っておいたスタバラテを飲んで目を覚まします。おいしい。すまん、星はないって。集める時間なかったですよね。おはよう、よう寝れた。いや、まだ寝れるっす。まだ寝れるっす。寝起き。おはようでした。そう、おはようなんですよ。スペインは今、7時半で、6時前ぐらいに、7時前ぐらいに目が覚めまして。はい、7時半ですね。ごきげんよう、ダニメッサーさん。こちらも朝です。5分前に帰ってきた。やば、お帰りなさい。お帰り、お仕事ですか？今日日曜日。寝起き。スペインも朝です。朝なのでちょっとまだ映せない感じ。なんかあの見てたんやろな。スペイン、日本やったらあのメイクする場所を決めててさ、自分の部屋に。あそこだったらこう携帯置いといてで行けんねんけど、配信ここ今携帯置いて配信素敵とかあんねんけど、メイクできなくてさ、机があそこないから、だからお膝に携帯置いて喋ってる感じになってて、ここで今画像をオンにしてしまうと無理なんだよね。そうそう、鏡のあるお部屋にいます今。かしもちみつどうさん、おはよう。寝起きでまみちゅうかわいいよ、優しい。この写真でまみちゅうかわいいよ、優しい。ありがとうございます。七時起きは1したらでも早いよね。早いですね。でも全然お仕事の時やったら4時とかにも全然起きるんですけど、だから日によるんですけど、まあ普通の日には起きないって感じ。うん、お仕事あったら全然何時でも起きる。ただそう、今あれなの、時差ボケやから早くに眠たくなって、で早くに目が覚めるんですよ。スペインの夜は日本の朝なので、そう、もうその時点になってきたら、なんで私はまだ寝てないんやって体が鳴って、で眠たくなるのね。がんばちひろしさん、こんにちは。こんにちは。そう、お仕事あったら起きなしゃあないで、なんだっけ、何の話してたか忘れてた。あ、そうそうそう、時差ボケの話で、この時間になると日本もお昼なので、そうだからもうなんか、なんでまだ起きてないんやってなって目が覚めるっていう、意味のわからない規則正しい生活。お疲れ様です。田口まさとしさん、おはようございます。お疲れ様です。ドリアンアリさん、こんにちは。こんにちは。受験かどうかともかく、時差ボケ治る頃にまた日本に戻ることになるんですね。どうかお大事に。ありがとうございます。お優しい。そうなんですよ。まあ、でもあのスペインの時差ボケはまあまあ、なんて言ったらいいのかな、本当に規則正しい生活になるというか、そう、なんか本当にしっかりとした生活。11時12時ぐらいに眠たくなって、で7時ぐらいに目が覚める。
めちゃくちゃいい生活なんですけど、普通の私の生活したら支障なんですけどね。まだまだ起きてたい。まえちゃん、レインボーナススタートありがとうございます。グリルの中に入ったことないからわからんぞやって。あ、どこがグリル？あ、外歩いてるとまるでグリルの中